お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのゴースト入りの枯渇絶叫を紹介していきたいなと思います。というわけで、まあ、やっていくんですけども、まあ、新環境になってね、まあこうまあ何日か経って、まあいろんなデッキがね出てきたうちのまあ一つがね、まあこれなんですけども、エレジャイがですね全くっていうぐらいね使われてないですね。あのまあ出た当初はこうやっぱねみんな面白がって、まあ、使ってたんですけども、マジであの多分弱い、単純に弱いからもう使われなくなってますね。まあその代わりこう、まあゴーストかな、ゴーストが一番使用率増えたんじゃないかなと思います。あのこのね、あこれクロスとかマジできついんですよ。あの本当に本当にきついんですよ。だからやめてほしいな。いや来ちゃったよマジで、やば。しかもこの端前ね、端前ぶっぱ型クロス、おら耐えてる、やばさあどうにか頑張った戦いいきたいですね。ゴーストがですね、あの今みたいな感じでこう隅っこにね、出せるようになったんですよ。隅っこに出したらこういう崖とか、まあ、川とかを渡ってくれる、まあ、透明、まあ、浮遊効果がついたので、まあ、そういったところでこうスケとかに対してねすごい強くなったんですよ。スケで、まあ、今までゴースト囲めたのが、まあ、囲めなくなったりだとか、まあ、なんかこう一個こう下のねこのバルーンのルート強制値って言うんですかね、まあ、そこに出してあげると、あのアイゴレとか工場バーバリアンとかで逆サイに誘導できなくなったっていう、まあっていうような強みがねあります。やべ、あーちょっと顔出してしもった、やばいやばい。相手端前10個戦術さては好きですね。これアーチャーかな、いらっしゃい、うーんいてーいてーよーいてーよー。いやでもこれなー、すげえチンパンだなこのクロス使い。防衛クロスとかされると積むんですけど、この人は端前10個しかしないので、そう考えたらワンチャン戦えます。いや無理かいやマジで気合いっすよ、こんなの気合でね。さあ相手ゴーストがきつい、あーいいテスラだな。でもこれはやばいっすよマジで、犯罪っすよこれ。一回バレル飛ばしてそれにウッドを使わせてね、ウッド使え、よし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 、ウッド使った、全然あるぞマジで。これはね、あのここまできつくないんで、普通この枯渇デッキたまたま今一番きついようなやつを引いてるだけなんでね。あこれやべえ、キャタゲ取れねえ、ミスった、ちょっとだけミスったっすね、ちょっとだけね、よいしょ。いやこれですね、スケで囲めなくなったっていうのがこう強み。 OK、 ウッドソイトあるんじゃね。まあアーチャーもスケもアイスピンもあるんでね。あやばくない？この枯渇デッキを紹介して初手からね、あのクロスを引いていくっていうあたりなんですけど、いやーこのねクロス棒読みコースも当たんないですね。お、お前消えるんかい、ちょっと待って待って、めんどっちいないいんですけどね。朝ウッドサイト、あ待って、しかも残ってやがる、いやいい来た、いやこれは来たでしょ、うーんいやプリンス一発、いやいいスケか、さあさあさあ、いやあるぞこれは。相手がナメプかは知らないけど、ちょっとね、でこれちょっと一回タゲを取りたい、このねゴーストが、いやゴースト強えんだ、でプリンとかを出しとくと、おう、おいてウッドが、ウッドが、ウッドが、ウッドがね、ウッド難しいね、よし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 、来た来た来た、で吹き矢が入れば、よし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 、で、あーまあここテスラですね。あなんなら待って、ウッド5圏内ぐらい来る、待って待ってマジである、マジである、あと5か、さあラスト相手のこの攻撃を耐えれば俺の勝ち。いやこれテスラですね、テスラいらっしゃい、でここを延命してあげてウッドか、でこの残るんですね。あいやめっちゃいい、いやでもこの俺の神のゴーストこれいい、横からねこれアイゴレで逆転誘導できないんでね。あファイブで勝った勝っちゃったっすね、まあ、これ多分あの勝てないっす普通はね。いろいろね、ウッドでこう、プリンとか吹き矢が残ってて、まあラッキーでしたね、というところで、も、まあこう、勝てた要因の一つとしては、ゴーストが、やっぱこう、強化されたことによって、スケーをね、こう、ワンパンできるようになったりだとか、まあこう、ちょっと隅っこからね、出せるっていうので、なかなかこう、アーチャーとかもたまたま巻き込めたりとかもね、あるんで、まあそういう部分ではね、こう、端前からここに出すと、相手の高めのマジアチとかマスケットとかもこう普通にね、まあ、処理しに行けると、まあ、いう部分では結構ね優秀ですね。まあ、唯一もう使用率がすごい断然増えたカードですね。まあ、あとはペッカ、ペッカデッキ、ペッカマジでめっちゃ増えましたよ皆さん。あこのゴーストも隅っこから出せばいいんですよ。ちょっとあの癖でね、今までの癖で
隅っこから出すことを忘れちゃうんですけども。うわー、相手のトリトンいいな。これキング起動されますね。で、枯渇なので、キング起動されると地獄級にしんどいっていうやつですね。さあ、今回相手はトリトン3画号、メガ号、ゴブジェですね。さあ、ゴブジェ、オッケー。いや、いい感じにね、守っていきますよ。よいしょ。で、耐えればいい。いや、いいね。なんなら相手はザップとかだと、ザップだったらいいな。これがきつい。いや、ザップっぽい顔してますね。まあ、基本的にスパーキーデッキにはやっぱザップが入るようになってるので。で、いやー、これは、吹き矢で処理しても、その吹き矢がトリトンで行かれるので、吹き矢じゃなくてゴーストでね、行きます。よいしょ。で、メガゴ？いいメガゴだな。いやー、消えろ。いやー、いい消えだな、マジで。これで一発入りますからね。ゴースト杖。で、この吹き矢は、どうやって受けられるかな。まあ、スパーキーの形を組まれると、僕としてはちょっと怖いかもしれないですね。いや、これな、悩むな、防衛の方法。とりあえず、プリン割いて、まあ、プリンスでね、まあ、初めにゴブジェとか多分来ると思うので、まあ、それを溶かすイメージでね。よいしょ。いい。この見て、この変態ゴースト。変態ゴースト。え？変態じゃない？めっちゃ。ちょっと待って待って。これ気持ち延命してあげたり。いや、いらねえか。ほら。オッケー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 。あのゴーストですね。このちょっといやらしい外からね。外から回って、まるで痴漢行為をするような、あのゴーストをね、出してあげると、いい感じにね、まあ、例えばマスケとか公園にいたりしたら、そういうのも処理できるとか、あるかもしれません。で、このゴーストも、まあ、もう一個外からでもいいかもしれないんですけど、まあ、そうすると、ケツスパーキーされた時に、こう、まあ、逆サイのゴーストとかしたら、ゴブジェイで釣られたりがあるんですけど、まあ、そういう釣られるってこともなくなるかも。知れません。さあ、ああ、いいトリトンだな、これ。これちょっとプリンとかいっぱい出してあげて、ファイボとね、頑張ってね、耐えたりする。よいしょ。さあ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 、いや、数のね、数のご利用しでね。いや、いい。よいしょ。さあ、この、まるで、この、変態なゴーストを出してあげると、めっちゃいいですね。マジで、横から後ろからこう、ゴーストが立って、こう、なんかね、攻めれるっていうのは、なんだろう、相手の組んできた形をちょっと崩せると言いますか、防衛力がね、ちょっと上がったんじゃないかなと。もう攻めでも守りでもね、このゴーストが大活躍してくれるのが、このね、新環境かなと、思います。スケドラが減りましたね。スケドラが一番減った。あ、待った。アイスピーの時点で泣きたいですね。マジで 2.6 オグとか、まあ、テスラクロスとか、まあなんか高回転のバルーンとか、まあそういうデッキはね、単純にきついですね。よいしょ。施設がないので、これ確実に一発入っちゃうっていうのがね、ちょっとおつらい部分。で、これ多分スケなんで、スケルトン読みね。あ、ごめんなさい。全然スケじゃねえやつ来ちゃった。あ、ウッドサイター。お、なんだろ？優秀。今ウッドサイターっすね、相手。なので、攻めてえな。多分26に対してダメージを稼げるポイントがあんまないので、こういうところで結構稼ぎに。よし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 。いや、でけえ。キア強すぎ。これちょっとホグ来たら怖いので、早めにスケで溶かして、まあ逆かな、来るなら。で、プリンスとウッドを使えば、まあ完封はできるんですけど、まあそれだとアドをちょっと取られちゃうのがね、嫌ですね。まあ一旦流せばいいか。流して、逆のホグを、おー、めっちゃアド取ってますね。いや、このプリンいらねえな。さては、気づいた。あ、でもほら、ゴーストが、結構前より隅っこからね、こう橋を渡るようになったので、いい。これも一発ぐらいならくれてやろう。いいですね。いや、流れがいい。で、なんなら吹き矢が？いや、事故りはしないか。で、ちょっとウッドがどうせあるので、たまたまウッド空振ってくれたらいいよなーっていうような横のね、バレル。まあ、そううまくはいかないですよね。そううまくはいかない。なので、まあ、またさっき同様にこの横から出してあげると、相手はね、意外と釣りミスとかをしてくれるんでね。さあ、どうだ？大砲どこに置く？君。大砲置きにくいぞ。これ見て。さあ、相手は学んで内側にしてくるけど、さあ、まだ釣られないので、スケを使わざるを得ない。いや、めっちゃいいっすね。この斜めね、下、まあ、バルーンのルート強制位置。よいしょ。いやー、ちょっといい。さすがにこれウッドっすね。あー、めっちゃいいファイボーと思ったけど、まあまあですね。いや、これプリンスがね、プリンスが事故れば、マジであっちいんだけどな。
これは、いや、マジでワンチャンある。あ、あー、プリン。あ、ゴーストが、マジでゴースト今甘えましたね。いや、やべえ、これプリン使っちゃったんで、ホグが来ますね。皆さん、2300。いやー、やばいっすよ。まあまあまあ、言うて耐えれる。いや、強い。飛ばしてね、飛ばして、飛ばしてね。うっと、いやーさ、激戦を制したい。まあ、さっきクロスに勝ってまで、なんならホグにもいける。あ、オッケー、でけえ。で、これちょっと、家らしい位置にゴースト出していってね。この両サイ攻めで、お、相手事故ってる、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 マジである。マジである。よしよし、あ、そこのゴーストだと、2発受ける、スケだと2発受けれるんですね。それはうまい。で、これ、マスケか。あ、マスケですね。ちょっと5打っちゃう。いや、いい5さてはこれ。で、ウッドはいらない。オッケーオッケーオッケー。で、ホグにはプリンステッティしたいですね。よいしょ。あー、で、相手のあの大砲はいやらしいですね。で、これウッドまで使って、さては耐えていい。いや、ウッド早いか。いや、オッケーオッケー、耐えれる。よし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 。で、スケ裂いた。え、ゴーストが？ゴーストが一発？一発入れ！いや、来た！待って、しかも、ゴーストじゃねえ、お前。誰だ？プリンス。プリンスが暴れてる。で、このね、一個へこみに出してあげると、浮きがね、相手としてはなかなか難しいという。いや、これ、5つか悩むな。逆サイの方が謎に削れてるんですよね。これ、プリンでやれる？いや、相手ウッドサイター。いや、これ、買ってくね？マジで。やばいっすよ。これ。よいしょ。で、もう一回ゴーストね、この一個低め、一個低めに無限に出してあげることによって、相手はマジで辛いっていうね。で、これ、プリンスとウッドで完封して、あ、完封できてない。さあ、吹き矢でね、ちょっかい出して。さあ、そのペースは完全に俺、この永遠この固定ですね。ここの位置のゴースト、マジで強いですよ。やべえ、この吹き矢行かれたのちょっとやばいですね。ワンチャン負ける？あ、やばい、バッテリー 20% ごめん。最近動画で毎日出てくる。バッテリー 20% くん。よいしょ。で、バレル裂いて、この1個へこみにね、出してあげて、相手が、こっちに一生持ってるので、僕はさては逆サイの900を狙うのもあり。あ、でもゴーストが入る。いや、さすがにこれはまたイモれば勝ちなんでね。お、やばい。新しい技来た。ちょっと待って。やばい。おい、ナイス。グッドゲーム。オッケー。いやー、いいな。これはね、ゴーストですよ。今までのゴーストだと、多分普通にこう、事故らないっていうか、まあ慣れてないっていうのもあるんですけどね。マジで思った以上に隅っこから隅っこから行ってくれるので、あえて施設でね、まあ釣られなかったりだとか、こう、まあ透けても浮きにくくなってるという部分では非常にね、いや、ありますね。あります、ゴースト。マジで可能性しかない、こいつ。よろしく。まあ今回の試合端っこバックだったんで、ちょっとね、また真ん中からもね、出していきたいですよね。さあ今回相手はマスケットですね。とりあえず、まあプリンでね。プリンと吹き矢の延命ができるだけね、やっていきたいですね。まあ、しすぎるのも良くないんですけど、まあ、ちょっと大事ですね。で、ちょっとついつい謎にね、隅っこにゴーストを出してしまう。あー、スパキ。スパキはね、まあ、嫌っちゃ嫌ですよね。施設がないのと、意外とスパキの受けが、このゴーストとかだとワンパンされるっていうのもあるので、やば！ちょっと待って。それ死んじゃう？これあれっす。多分5で解けます。なので、もう一枚来たらいいなっていう。いらっしゃーい。ほら。で、マスケで、ここプリンス延命してあげてね。よし、いい。なんならいい。で、まあ、3が5系の可能性もあるんですけど、まあ、ザップ、あ、スキャミか？やばい。いや、これはいいよ。いやー、ヤナメですね。さあさあさあ、ヤナメ、ナイトスパーキー、ナイトゴブジャイスパーキーというような形でございます。まあまあまあ、プリンスでゴブジェイを溶かすっていうのが大事ですね。それを徹底していけば、まあゴブジェイが入らなくて、まああとの後ろのスパーキーは、ほんと気合でね、気合でやるだけなんで。まあとりあえず後ろから出して、どうしようかな。スパーキー来たら逆サイの、この下にゴースト出すと多分ゴブジェイで普段なら釣られるんですけど、この位置だと釣れないんですよ。これ。ゴブジェイ？いや、千の回。コウモリですね、普通に。よいしょ。あー、左ウッドすればよかったな。ウッドしたら多分プリンの攻撃もう一発多く入るので。いや、来るかな。さすがに。よいしょ。さあ、これ溶かしてあげて。で、まあ、後ろはもうなんとかね、他のユニットで頑張りたいんですけど。これあれっすね。さては、スパーキー一発打たせる説ある。
打たせなくてもよかったかな。まあ、耐えれるなら耐えていいかな。で、まあそっちにそれは来るんすよね。いや、これめっちゃ怖いっすよ。受け事故ったら終わりっすからね、こんなマジで。まあプリンス合わせちゃって、ちょっと左もね、左にみこっちにナイトとか来んのかな。ああ、そっちにナイト。やばい、スケで竹取ってね。さ、ちょっとやばい。このプリンスのね、月が欲しい。あ、でもスケ優秀か。ああ、いいザップだ。いいザップだ。いや、でもペースはね、僕ですね。なんか相手の攻めが通んない。相手の攻めが通んない説があるな。よいしょ、さあゴースト。いや、ゴースト、お前何やってんだ。ちょっとね、頑張ってもらいたい、ゴーストには。さあ、プリンで。この間にバレルを飛ばして、いいね。いいね。あ、ヤナアメがちょっと厄介かな。まあ。このゴーストも、まあ、無視ワンチャンされるんですけど、結構痛いですからね。低めますけど。いいですね。いい低めますけど。もうこれプリンス合わせるだけで相手としては辛い。あー、出た。で、あれ、ちょっとファイボン2周でやります。スパーキー。スパーキーって意外と HP、まああるんですけど、まあそんなないので、実はね。よいしょ。さあ。あ、待って、やべ、吹き矢、ちょっと、待って。ファイボン2周とか言ってる場合じゃねえ、俺。ちょっと待って。他がやばい。ちょっと待っていいな。あ。ごめんなさい。グッドゲーム。いやー、マジでやっちゃった。吹き矢が逆サイ行ったのですね。ごめんなさい、マジで。ああいうミスは気をつけてくださいね。まあでも、意外と、スパーキーに対しても戦いましたよね、どっか。はい。まあ、なので、ぜひね。こちらの猫型デッキ、ちょっとゴーストが強いんでね、使ってみてください。というわけで、終わりもすればチャンネル登録と高評価とコメントもね、よろしくお願いします。というわけで、終わります。お疲れちゃんでした。またね。